いろんな時代ではなくて、うん、まあ寝てるだけでちょっと大きなとこはどうなんだろうな、それはちょっとね出てきてみないと分かんないけど、ただヒーリングメドベッド自体は今ある一部のとこでもう稼働してるじゃん、2年前からね、うん、ただ全国に出てないのはやっぱり導入するときに結構金かかるっていうのと、あの部品代がかかるっていうのがね、それであのヒーリングメドベッドしか今ないんだよね。メドベッドあるんだよ、だからヒーリングメドベッドは全国じゃなくて一部にあるよ。だけど自分で調べたら載ってるんだけど誰も調べないんだよね。陰謀論としては一つ片付けるけど、虫眼鏡であのメドベッドで調べたらどうなのかなと思うんだよね。あのよくみんな、いや違う違うとバカな SNS の、 あの否定する人もいるけど、否定していいんだよ別に。それはだから工作員じゃなければ否定していいんだけども、工作員が邪魔するんよそれって。あのないないないのないのはいいんだよ、そう思ってたらね。ただ自分で調べてねってよく言ってるんだけど誰も調べないんだよね。自分でインターネットで検索すればいいじゃん、メドベッドで。でバイオヒーラーじゃないんだよ、私が言ってるバイオヒーラーっていうのはちょっとあれは効くんかはちょっと分かんないけど、まあ、ね、人によっては石ころだとか言うけど、だけど捨てるとき捨てれないんだから、どこに捨てるのか知らないけどね、私は持ってないけどね、バイオヒーラーは。あれはちょっとちょっとねと分かんないんだ私には、その本当にいいのか悪いのか分からないからさ、買ってないんだよね。最初なんかすごい出鼻の時はすごい値段してたよね、バイオヒーラーってやつはね。で値段が今下がってるけど、まあ、欲しくはないね、あれはな。ちょっと分かんないからね、効能が分かんなかったら買えないもんね、それね。結局お金の投資しても結構そう効かなかったら意味ないんだよね、うん。だからあのバイオヒーラーっていう、あヒーラーのメドベッドっていうのを売ってるキャラはもうおすすめしない、分かんないからね。だからヒーリングメドベッドっていうのはもう出てるんだよ。だから自分で検索の虫眼鏡で見たらいいんじゃない。みんな陰謀論で片付ける癖があるのでやめた方がいいね。自分で検索エンジン持ってんだから、エンタメとか好きべなことばっか探さないで、見てみたらどうですか、ありますよ。その代わり耳抜きが、今のメドベッド、ヒーリングメドベッドっていうのは耳抜きができないとダメなんだって。結局潜水をするときとか、プールに潜る人ってあれじゃん、耳抜きができないと、水抜きっていうかね、メドベッドっていうのは入れないんだって、今のヒーリングメドベッドっていうのはね。じゃあ私は無理だなと思ったね。私は泳げないんだよね、金槌なんでね、うん。だから私はそのヒーリングメドベッドは使えんけど、ただ、健康な人なら使える、疾患がなければね、うん。で量子テクノロジーになると、本当に量子テクノロジーになると本当のメドベッドで出てくるんだよ。今があるのは量子テクノロジーじゃない方のヒーリングメドベッドがあるというだけの話、一部の地域でね。温泉施設とか病院にあるよ、メドベッドというのはあるよ。医療用じゃないけどね、その代わりちゃんとヒーリングって書いてあるから、自分でね検索をすればいいよ、2秒で出るんだからね。なんか陰謀論で一つ片付けないで、さっさ、自分で調べてほしいなと思うね。やっぱり自分で調べてから結局陰謀論と片付けないといけないんだけど、自分で調べもしないで陰謀論って言って片付けるのは良くない、日本人の悪い癖だね。学校でやっぱ、受け身の授業ばっかしてきたからさ、結局自分で調べないんだよね。でスケベなこととか自分の好きなものはすぐ調べるけど、メドベッドでないよねって思うものは調べないよね。自分で調べたらどうですかっていうことね。イベルメクチンだっていいか悪いか知らないけど、自分で調べてね、自分で調べないとやっぱり陰謀論で片付ける癖はやめた方がいい。自分で調べなさいっていうこと。私はいつも言ってたり、他の人がね、ツイッターで今言ってる人もいるけど、あれは陰謀論じゃなくて事実なんだよね、大体。で、なんでかというと、こっちは長く生きてるから、経済してたから、頭に入ってるわけじゃん、その部分に関しては。入ってないものは、わかんないけど、コメントしたことないんだよね、実際。配信でもやったことないですよね。ツイッターでも書いたことがない。知ってることを書いてるだけ。で、
自分たちがニュースでね、そういうの流してきたのに、今更今度は陰謀論って